順一です、えー、今日は、えー、回路のお話ではなくて私がちょっと、えー、以前作ったアンプの、えー、中身について、えー、と一緒にお話をしたいと思います。えー、ちょっとですね今日は、えー、まあ私はですね出場しないでこちらの方にカメラを映、えー、したいと思います。 はい、えー、とそれではですね、えー、と順番に、えー、とちょっと説明してみたいと思います。えー、まずこのアンプは 01A っていうですねすごい古い古典の玉を使ったアンプになります。えー、整流方式は整流管を使った整流になって電圧増幅管ドライバー管は 6SJ7 という、えー、真空管を使ってます。えー、これはですね ガラスの表面してないねと思うと思うんですけどメタル缶っていう種類の、えー、真空管になりますえー、と 6SG7 はこう、えー、いうガラスのタイプのものも、えー、販売されてましたそれからこっちは、えー、01A って言いまして、えー、ちょっと珍しい形してると思いますこれナ,ナス缶とかって言ったりするんですけどそういう形の、えー、真空管になります から、えー、こちらチョークコイルですね。えー、でその後ろに、えー、と電源トランスがあります。電源トランスがタンゴさんの電源トランスを使って、えー、ここに、えー、と電解コンデンサーがあります。電気的にはここでせ、えー、と出てきた交流をこの辺で整流して、こっちの回路に送ると。で私作るときこういうタイプが好きなんですけど、このシャーシのこっち側で電源作ってるんですね。 でこっち側は、えっと、音声信号を全部扱うように、えっと、ブロックに分けててやってます。結構人によってはこう,うまくこう混ぜてやられてる方がいるんですけどちょっと私の自分のやってる経験だとこういうやり方しないと、えっと、うまく使えないなと思って、えー、こういうい形になってます。それから、えっと、この後ろにあるのが、えっと、電源トランスで。 これは、えっと、田,村田村製作所さんの F475 っていうトランスです、えー、20年前に買ったものなんですけど今でもちゃんと使うことができますあとはですね、まあ、電源スイッチとヒューズホルダーと、えー、ボリュームがあって、えー、ちょっと後ろ側に行くと、えー、入力端子とスピーカー端子がついてますそれからちょっと中の方をすいませんあんまり上手じゃないんですけど紹介します で、えー、とちょっとこれは、えー、反則技をしてます。えー、っていうのも、えー、この 01A っていう真空管はプレート電圧が非常に低い、えー、電圧の真空管です。でこのトランス自体は2 5 0トの巻線しかないので抵抗で落としてます。ですんで,す、ね、でなんでこれしたかっていうと結局もうトランス使えるもの売ってないのででもあの真空管 変わった形してるし聞いてみたいと思って抵抗を使って、えー、いっぱい使って電源圧をドロップさせてます。であと部品の説明をするとここに、えー、とヒータートランスが入ってます、えー。要は巻線がちょっと足りないのでこれ使ってます。えー、それから、えー、とこのいうものはこれが電,、えー、と電解コンデンサーですねで。ここに OS コンなんかも使われてます。 で、えっ、ー、とですね、これがコンデンサー、フィルムコンデンサーがこれ、フィルムコンデンサーで、これはオイルコンデンサーになります。でこ,このオイルコンデンサーがドライバー管と、えー、出力管を、えー、の信号をつなぐために使っているコンデンサーになります。であと、えー、っとですね、えー、これは、 ここがヒーターになるんですけどもヒーターの中点を取ってこの 2kΩ でバイアスを作っていると自己バイアスの回路になりますで、えー、こっちの前段は 6SJ7 の回路はえっ、ー、とですね雑誌、えー、と無線と実験のバックナンバーに載っていた回路をそのまま使ってます多分この回路を使うと4040ボルトは無理かな30ボルト強ぐらいは ドライブできる回路なのでそれをそのまま使ってやっていますですねあとはあのここについているのはよくバスタブコンデンサーとかっていうんですけどオイルコンデンサーですこれを、えーまあ、ちょっといろんなところにこうあの並列で入れてるんですねそうすると何、えー、ていうのかな音にこう音の雰囲気がですねすごく変わりますですきで 私はこういうのを並列で入れたりしているところがあります。あとはですね、えー、まあ、電解コンデンサー裏から見ると表に出ているやつの裏から見るとこんな感じになってます。だから出力トランスはこんな感じですね。田村さんのものはこういう感じになってます、まあ。この辺はもう使ってないんで本当は外しちゃってもいいんですけど、ちょっとつけっぱなしになってますね。まあ。えー とこういう感じで自分でアンプをこう順番に作ってあの配線してってハンダ付けしてって作っていきます。まあ、最初はですね、なんだか分かんなかったんですけど、これもえっともう正直20年前に作って、えー、ちょこ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 改造して遊んでるんですけど、えー、まあこんな感じで、えー、シンクアンプって。 うーん弾買ってくれば違う弾買ってくればまた自分で改造して遊べるんで、えーまあ、回路の読み方を覚えて、えー、作れるようになると、えーまあ、最初最初の1台を作るのはちょっとお金かかりますけどその後とは、えー、たもう弾転がしどころか弾の種類変えて音変えてあこんな音したあんな音したって,言って楽しめる、えー、趣味になりますんでまあ よかあのー、ねこういう形ですのでもしよかったら一緒に、あのーね、仲間になってこうやってみたら、えー、面白いかと思います。えー、今日の、えー、YouTube は以上になります。